さあ、馬車つくばサーキット、今日はですね、なんか日産祭りっていうことらしいんですけども、まあ確かにあの日産の車ばっかりで結構ローカルでね、なんか楽しそうなイベントだと思います。でこれ 30Z、 おなじみのこのスターロードの、まあこれストリート仕様でどこに持ってってもオールマイティに楽しめる車ってことで、今日はタイムアタックっていうんですか、まあ、ちょっと調子を見ながら、どのくらい速いのか、ちょっと乗ってみたいと思います。さあ久しぶりに、スターロード井上さんとサーキットに来ましたけども、まあ、おなじみの 30Z、はいはい、なんかちょっと進化しましたか。オイルパンを、うん、前まで4が結構上がったから一つ一つ実験してて、で今回はあの今更なんだけどアルミの容量大きいオイルパンをパンに変えたと、はい、でちょっと走ってみたら油温が上がりづらくなったんで多分楽だと思う。これは推定何馬力、まあ、300後半。あ、本当に。いや実際乗ってみると結構パワーあるし速いんで、まあまあこの間よりだからあの MSD 外したから、はいはいはい、良くなってるはず。いやいい感じです。あ、なるほど。今度新しいですよ、タコ足。これまた違うやつつけての。前乗った時と違うですよ。これつけてから全然パワー上がったんで。はあ、うん、この車のこだわりって何でしたっけ。このこだわりはもうストリートです、はい、ストリート仕様、はい、ストリートね、街乗り仕様。なるほど。だから全部鉄、鉄、鉄のボディ。軽量化一切なし。逆です、純正より重いです。純正より重いって車音とか全部車熱も入れちゃってそれだけで60キロぐらい重いです。なるほど。じゃあ Z30 の良さがないじゃないですか、それじゃ。だけど、はい、それでそこそこ走りたいっていうのが、まあ、なるほど。ミッションも1パターン普通の、はい、ノーマルですね。ノーマルです、はい、タイプ M ですけど。なるほど。なエンジンもボディもスターロードで、足回りもスターロード、はい、で、はいはい、ブレーキも自分で割れてね、まあ、ラジエーターもみんなスターロード製ですね、はい、もうスターロード。決してサーキット走る仕様じゃないんで、まあ、タイムは期待できない車と思うんですけど、はい、そうやって出してくれるんですよね。いや、何をですか。タイム、それはもうあの金額次第で。昨日100万くれたら1分切ってやるとか。だってこれちょっと踏めばいいだけですもん。だっていやいや踏んでくださいよ。そーっと今日は踏んでいきたいと思ってます。はい、お願いします。どうもこんにちは、稲田監督。いや嬉しいじゃないか、お前ライトったらお前ボケますね。うわぁ、隠れた。佐藤さん、はい、なんでサーキットなんか来てるんですか。いや今日ね、あのスターロードの井上社長に誘われて、あのなんか壮行会があるからつってぜひ行かせてくださいということで、もうじゃあせっかくだからスーツも作ろうということで特別にスーツ作ってもらって。これすごいじゃないですか。これもう本気ですよ。これどうですか、サーキット走ってみて。本当にいや、あのね、やっぱ他一周走ったじゃないですか。で、これ一般道走る車やから、やっぱこうレース用の車は音が迫力あるから後ろからバンバン来るんですよ。もう怖いっすね。あの全然目で見てんのと中乗ってるのは全然体感が違いました。ビビりました。なんか優等生みたいじゃないですか。誰がやねん、誰がやねん。いつでも蹴ったんぞ、これカメラ割ったのゲームだよ。この世界に入ってきてこの楽しさを知ってもらうってのは僕大事だと思うんで、これはね絶対一般の人もこれは参加できるみたいだからぜひ参加してほしいですね。街の中でね飛ばすんじゃなくてね。そう、もう街中から覆面がいますから、街中はどっから来るかわからんからね。こうやって怖い人もいますからね。そうあの本当に怖い人もいますからね。俺は怖ないね。うん、だから本当気をつけて。普段ね煽ってる人からしてみると煽られてどうでした。いやそうなんですよ。いや煽ってねえわ。いやそうなんですよじゃないんですよ。煽ってないから。いや本当煽られ怖かった本当に、うん、それだけ、うん、いやじゃあ、はい、最終的になんか耐久レース出ましょうよ。いやちょっと耐久レースもしあるんやったらちょっと出てみたいですけどね。はい、井上社長と、はい、3人でなんかやってみましょう。いやちょっとやりたいですね。いやでも俺だけちょっと遅いってなりますよ。練習でね、はい、ぜひぜひ、はい、軽いこうスポーツだってこと。はいはいはい、いやモータースポーツは楽しんでね、はい、ぜひとも皆さんも参加してほしいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、この本編はですねサタビルダーズ YouTube チャンネルサタビルダーズで見れますんでぜひともご視聴お願いします。はい、ということでスクルタでした。おーし。
か風景がいまいちだな。なんかね、なんかちょっと思ったより速くないね。コーナーもコーナーまだまだいけるんだけど、なんかこう行ける感じというか、ピックアップというか、まあ、ちょっとあったかいっていうのもあると思うんですけど、もう一回ぐらいトライしたいと思います。はい、そういうこと。ご機嫌が今一つだったのかな。ちょっとあとやっぱりもうだいぶ暖かくなってきてるんで、やっぱり老体に鞭打ってって感じで、なかなか厳しい挑戦でした。老体、はい、やっぱり車がね、どうしても今日はちょっと申し訳なかったなっていう感じです。せっかく乗ってもらったのに、それは本当残念。でももうちょっと計画してやりたいと思います。嬉しいので、ありがとうございます。いや、まあ僕の腕がいまいちだったっていうことで済まそうかなと思ったんですけど、やっぱお互いにまだ日々勉強ですね。本当、ね、でも、はい、今日はごめんなさい。まあでもほら、形から入ってほら格好もね、それで舞い上がっちゃって車全く触んなかったから。もう頼みますよ社長。また次回頑張ります。さあ、今回ですね、この S30Z を使って僕もサーキット走ったわけですけども、まあ、とにかくこれも昭和というか、まあ、日産のスポーツカーの代表的な一台だと思うんですね。で、30の良さっていうのはやっぱりこの軽さだと思うんですね。軽さとこのコンパクトさで、まあ、この何ていうかな、パッケージが非常にいいんですね、この車で。現代のチューニング技術と、それとやっぱりその今のラジアルタイヤの性能の良さで、この30でドライブするってのは非常に今楽しいと思います。もちろんストリート走っても楽しいんですけど、サーキット走るとなんかね、最近の高性能車なんかよりもなんか楽しく操って乗れるっていう、楽しさ、面白さがあるんですね。でこのやっぱりこれ Z30Z っていうのはなんていうか、コレクターアイテム、所有する喜びがもう非常に高いんで、そういった意味でもまあ今非常に高価になってきてしまって、改造して作ってしまうってわけにもいかないんですけども、
まあ、でもいろんな楽しみ方を持った人たちがサーキットに持ち寄ってこのスポーツカーの楽しさを本当に味わえる1台だと思います。僕自身で本当に感じてるのは、まあ、スポーツカーの王道、まあ、これは名車ってのはやっぱポルシェが一番だと思ってるんですね。だけどこのサンバル乗ってしまうと、いやポルシェよりもしかするとサンバルの方がいいんじゃないかなと思えるところもあるんで、この FR の楽しさとかも含めてそうなんですけども、この日本が誇るこのサンバル Z の、素晴らしさっていうのは皆さんにもですねぜひ味わってもらいたいなと思ってます。